はい、納豆をタッパーに入れて、塩、天然塩の塩だけで混ぜましたね。今回は、圧力鍋で煮ましたので、こんな柔らかくて美味しいのができました。結構糸は引きます。匂いはすごいですね。手作り納豆の匂いはちょっとびっくりするぐらいの匂いがします。ということで混ぜが済みましたので完成しました。夏の納豆も大丈夫ということが証明されました。ありがとうございます。